今から解体する小屋に、なんと、ハジノス食ってます。すごい数だ。とりあえず中どうなってんのかな。中はいないんですよね。壁の中に食ってんのかな。まいったな。一応防護服持ってきたんですけど、それ着てハジノス殲滅します。一応防護服持ってきました。防護服これで取ります。写真じゃね、動画出てきた出てきた。なんとこの1メートルのとこに2箇所も巣食ってました。こっちとこっちに。いや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 、何匹ぐらい？1000匹。1000匹ぐらいだ。うん、向こうで1000匹だね。まさかこっちに食ってとは思わなかったもんね。うん、こんな近い距離に2匹も。これ取んなくてもいかすわ。一応取っちゃう。撤去する。袋は、うん、取れっかい。捨てちゃえ。そこでさ、来てる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 。バラかな。バラ持ってきたし。持ってないんですよ。持ってない。いや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 。大丈夫かよ。袋持ってくるの。もぬけの殻になりましたね。うん、サッシと外しちゃうから。戻ってきた。逃げてくんだよな、うまい具合に。いや、暑いな、この防護服。夏場ならぶっ倒れちゃうな、暑くて。また来てた。だいぶ帰ってくるスピードが遅くなってきましたね。また帰ってきた。いや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 、
帰ってこなくなったな。もうだいぶ壊滅的打撃を受けたのかな。とりあえずこれにて終了とさせてもらいます。ちょっと防具服着たまま、この危ねえ、これ差しだけ外しちゃうか。ガラス割れると大変だから。なんかカチカチするなと思ったら、タイヤに加速釘刺さってます。今からちょっとガソスターで修理していきます。まだ空気が抜けてないみたいだから。